今回の動画では初めてクラウドファウンディングに挑戦してみて感じたことや、この経験を通して学んだことをお話しさせていただきたいと思います。こんにちは、ハイカーで自然愛好家の高倉です。いつも動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。健康第一で楽しく暮らせておられますでしょうか。私は引き続き元気に楽しくアウトドアライフ生かしていただいております。今回の動画はですね、クラウドファウンディングの最終結果発表という形になります。少し前、中央アルプス木曽駒ヶ岳に登る前のテント泊ですね、キャンプ場でのテント泊のところでクラウドファンディングに挑戦しますっていう動画を上げまして、目標金額40万円でアウトドア人を増やしたい高倉屋プレゼンツロフのクラシックカップシリーズですね、ロッキーカップ、シェラカップ、ミディカップ3つオリジナルのデザインでロフのプロダクトの一つとしてラインナップして、アウトドアを楽しむ気持ちとか自然を大切にする気持ちっていうのをこうシェアするための道具の一つとして作っていきたいですっていうようなクラウドファンディングに挑戦しました。詳しくは概要欄にリンクがございまして、これからも残っていくので自分の思いとかそういったものはご覧いただきたいんですけれども、本当にありがとうございます。皆様のおかげでこれからも増産をしていったりですとか活動を継続するということが可能になりそうです。それで今ここにあるのが最終出荷のものたちになります。身が引き締まりますね。今からこれ全部郵便局に持って行って、裏口から業者窓口みたいなところから発送させていただくんですけれども、本当にご支援いただきました皆様ありがとうございました。大変心強かったです。で、このアウトドア人を増やしたいプロジェクトっていうのは、自分の YouTube 活動とか自分のライフワークの一つでもありますので、これからも継続してまいります。もしかしたらクラウドファンディングに次回また挑戦することもあるかと思いますので、その時はぜひまたご支援いただけますと嬉しいです。ちょっといつになるかは全然未定なんですけれども、よろしくお願いいたします。その時はよろしくお願いいたします。師走12月になってっていうところで、いろいろと今年どんな1年だったかなっていうのを振り返りつつ過ごしております。1年の計は元旦にありとは言うんですけれども、1月1日、2022年1月1日に今年どんな1年にしようかなっていうのを突然考え始めても、なかなかうまくいかなかったりするんですよね。年末から M1 グランプリとか見て、もうお笑い番組でどんどんこう時間がなくなっていって、気づいたら1月2日1月3日ってなっていって、時間があっという間に経過して、あ、もう1月終わっちゃった、もう2月終わっちゃった、もう3月終わっちゃったみたいな感じで、もうあっという間にスギ花粉の時期になってっていう感じで、時間のスピードがすごく速かったりするので、毎年心がけていることのシェアというか、そういったことなんですけれども、2022年、どんな風な1年にするか、どんな変化の年、どんな進化の年にするかっていうのを
2021年今年をゆっくり振り返りながら決めていくみたいな感じで自分は活動っていうか考えて進めていたりします。で、主に遠征の計画を立てています。2022年1月はここに行きたいな、2月はここに行きたいな、3月はここ、4月はここっていう形で年間のスケジュール、大まかな日本地図とか世界地図見ながら、こんなとこ行きたいな、こんなとこ行きたいな、でそこに行くためにはどういう風にしたらいいかなっていう感じで、こう大きなビジョン、大きな目標、大きな夢や大きな目標を持って、そこに行くためにはどうしたらいいかなっていう風にこう細分化して、で日々やることを一番大切にしながら、山と似てるなと思うんですけれども、まあ大きなルートファインディングをして、一歩ずつを大切にしていくためにも、この師走っていうのはこうすごく早いんですけれども、この1年がどんな年だったのか、そして来年どんな年にするのか、1月1日いい形で迎えるためにも、どんな1年にするのかっていうのを考えるためにもあるんじゃないかなと考えていたりします。ということで、もう2022年は始まっている常にセクション俳句思考です。自分は来年はですね、ぜひ海外のハイキングに行きたいなと考えております。オミクロン株とかなかなか怖いので、ちょっとどうなるか読みにくいところもあるんですけれども、海外の山をハイクしたりですとか、今年足を伸ばすことができなかった東北の方の山ですとか温泉ですとか行こうと思っております。ちなみに12月の中旬にはですね、東京の方にお仕事で出張がありますので、それと合わせて関東の山ですとか行きたいなと思っております。また下旬で行けたら、天気ですとかいろいろあるんですけれども、屋久島にも行こうと思っております。緊急事態宣言中は自粛していたんですけれども、そういったいろんな数とか状況を見ながらですね、利尻も行けましたし、知床も行けましたし、いろんなところに、黒部ですとかジャンダルムですとか、いろんな山、いろんなアウトドアフィールドに遠征することができて、いろんな景色を見て、でいろんな視点を自分なりに得ることができた年なんじゃないかなと思っていたりします。で、遠征と合わせてですね、自分の ROF のこういった活動っていうのも皆様のおかげで少しずつ着実にというか、もう本当に一歩ずつで、動きが遅くて遅くて申し訳ないんですけれども、まあ、少しずつでも前進すれば、いつかこう山の頂にとたどり着けるというか、もう確実に前進はしていくので、まあ、一歩ずつっていうのを大切にしながら、生きていたりします。また来年になるか再来年になるかわからないですが、移動式コーヒー店の本格化ですとか、やはりですね、まあ、この箱の中にも入ってるんですけれども、高倉屋新聞にも書きましたが、三角スタンドでのイベントで、こうオフラインで皆さんとお会いして、一緒に山を歩いたりですとか、アウトドアの時間を過ごすっていう素晴らしさ、体温のある感覚っていうのがすごい自分の心にも潤いをもたらしてくれたんですよね。そういった機会を増やすっていうのが2022年の目標の一つであったりします。また自前のホームページをこう設定してみたりですとか、ワードプレスとか X サーバーとか使う形になると思うんですけれども、いろいろとこうぼやっとしていることを、こう自分は今箇条書きにしている状態なんですよね。で、それをこう2022年こういうふうにやっていくぞっていう、まあ、2022年にできなくても2023年がある、こう長い目で、広い目で、深い目で、未来を見据えながら、現在何したらいいかなっていうのを考えながら活動していたりします。ぜひ皆さんも12月忙しいですけれども、今年どんな1年だったかなですとか、来年どんな1年にしようかなですとか、自己成長感ですね、自分がどんな風に成長できるかなっていうのを考えながら過ごしていただけると、よりこう実りあるアウトドアライフを2022年過ごせるんじゃないかなと思っております。楽しんでまいりましょう。安全管理にもつながっていったりします。その大きな視点で持つっていうところですね、はい、ちょっと自分が最近感じていることなんかをお話しさせていただきました。それでは郵便局行ってきます。
最大の美味しい湧き水でございます。黒部の標準水、こちらになんか3つカップがございます。6、はい、じゃあちょっと早速これねいただきたいと思います。はい、うまい、とっても美味しいです。ここでお水をいただいていきたいと思います。今回のクラウドファウンディング最初うまくいくかとても不安だったんですけれども、皆様の力強いサポートにより形にすることができました。本当にありがとうございます。高倉に支援してみてよかったなって思っていただけるように頑張りました。頑張ったつもりです。不慣れな点もあって至らない点もあったと思うんですけれども、少しでも楽しんでいただけましたら幸いです。